西部ホークスの和田問題を見てたハムたちの反応。ホークスさん未だに今回の件の騒動は西部が悪いと言ってて草。43歳なんて取るわけないからプロテクト外した確定。そしてちゃっかり西部さんに責任なすりつけてきてて草。とことん腐ってて草。事前の打診ってなんだ。いらないってプロテクト外にした選手を取る場合は事前の打診が必要なんだよ。草、これは何だ。トップ自ら身体を張ったギャブでも見せられてるのか。開幕投手にも格ってものが時点で老害は始まっててな。クソ新ただ。すげえ開き直り。高線で不正プロテクトという謎のパワーワードが作られてて草。じゃあ不正のある補強してんのかよという話にならね。まあ補強自重しろとは言わないけどごねるなよ。金積んでセンスかき集めるのは不正あるんだろうか。けど岩瀬の時よりは誠意ある対応なんじゃね。中日が言ったのはありがとうの見出し。大野の人的保障と合わせてトレードを模索みたいな記事出たのももしかして。数年前まで球界の名手みたいな扱いでファンたちも10連覇がと盛り上がってたのにここまで一気に凋落するとはな。ただチームとしての底はまだ先かな。若いの出てこなかったら本当にうち見たくなるわ。腐っても金だけはあるからよその主力引っ張ってきて長くは低迷しないかもだけど。騒動の発端が山川獲得ってのがまたね。これからもよっぽどじゃない限り人的 FA には賛成しなくていいや。ハムも私名してプロテクト取った。まあ田中正義好きだからしないでよかったわ。まあは脱よし人的保証を漏らしたやつがいるから言い放題なんだろうけど後出しでプロテクトの話してる記事ほぼ嘘だろうな。今しめ FA 不正プロテクト次はなんだ。